どうも、タクタクです。本日はですね、これ何と言ったらいいかな。iPhone のダウンロードを購入したんですけど、ダンジョンナイトメアっていう、なんかホラーゲームらしい。これをやっていきまーす。さあ、スタート、ナイト1。はい。やり方は、You feel the darkness surviving, まあいいや。はい。なんか、操作シンプルらしい、とっても。暗。どうすんのこれ。ハエがたかってるような音が。あ、FPS だね。ファーストパーソンだね。S はないか。シューティングじゃないかもしれないけど。どうすればいいのこれ。とりあえず、この辺りをまずは、見渡してみよう。あ、椅子がある。このハエの音がさ、イヤホンしてるとこう、耳の周りにこう、ハエがたかってるみたいでこう。あ、なに？あ、長押し？なに？おー、長押しすると。お、なんか、え、なに？なんか今。え、なんか出てきたよ。は、なに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 、ちょっと。展開がわかんない。え、なに？今、何か開けたけど、アイテム、ノーアイテムってこと？ノーアイテムか。こっち扉、あ、なんだ、なんだ、こっちにもある、こっちにもある、こっちにもある。なに？はいはいはい。え、なんだ？何？なんか手に入れた。なんか手に入れたっぽいけど、これ上のはなんだ？マップ、あ！え、なんか人の声聞こえるんだけど、こういうマップになってます。この左上のは？あ、これが明かりか。うわ、これもう、待って、一個しかないの使っちゃったけどいいのかな。もう行くか。じゃあ大体見渡したけど、ここ開ける。はい。おー、リアル。こんなんだよ、スマホでできるんですね。はい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 。どっから行こうか。近場から行こうか。まあまあまあ、右に回ってみようか。いや、この耳がこう、ハエの音が嫌なんだけど。なんかアイテム的なものはないんですかね。宝箱みたいのはあるのにさ。ろうそく、これ、いつまで持つのか。そして。うわっやめろ。ああ、鼓膜ブレーカータクタクです。さあ、この明かりがいつまで持つことか。結構持ってくれてるな、でもな。うわ、何？消えちゃった！真っ暗！何？消えたと思ったけど、すぐ興奮してる。なんとなくこう、薄明かりみたいなのはあるんだね。あ、扉が、ちょ、こっち地図見よう。扉があるよ、こっちには。うわ、待って、何これ。うお、絵から出てこないよね。大丈夫？なんだこれ。あ、なんかこれ見たことあんな。あ、これなんか見たことある。俺怖い絵みたいな、絵画みたいな。なんだちょ、これなんもない。これはなんもないんだ。いや、気持ち悪い。これなんだ、このなんでこんなものが。本物ではないよね。有名な絵画なのかな。わかりませんけど。あー、ちょっと待て。開けていいものか、開けていいものか、大丈夫か。急にここ開けたら襲われるとかないよね。とりあえずね、なんか何ゲーかっていうのはよくわかんないんだけど。ないね。え、何？音が聞こえるんだけど。あ、これ俺の足、あ、閉まっちゃうよ。あー、開くの。いやー、これちょっとハエの音が気持ち悪い。ここになんかあるぞ。あ、なんかある。うわ、何？どういうことなの？これはなんか、なんか手に入れていってるってこと？アイテム的なものはどうやって見ればよろしいんですか、これは。もうないしな、ろうそくもな。新しいろうそくとかはどっかでゲットできないんですか？かけるゼロということは、なんか絶対どっかに、あ、こういう樽とか。樽どうすんのこれ。どうすんの。こう押し続けるとか、樽はこうやって押し続けるとか。あ、違うか。ないかな。なんかさっき樽の中には何もないのかな。ワインぐらいは入ってるかもしれないけど。何？何のこと？なんか、あ、たまに聞こえる。あ、ここ！ここにまた開ける箱が。おい、だから何それ、何なの。わっ、待って。あ！さっきまであった？泣き殻が
ここで朽ちちゃったのかな。おいた、なんか遺体がありますけど、これ行き止まりなのかな。あ、行き止まりか、ここ。まあいいや、ここも行こう。ここはもうこれでいいや。うわ、絵が気持ち悪い。これ大丈夫、絵が変わってるとかないよね。変わってないからよかったよと。いや、こんなのね、一人でやるもんじゃないわ。暗く、部屋を暗くして。ちょっと待って、うん、戻ってきているはず。え、これどうやって行けばいいんだ。うわ、なんだなんだ。定期的に出てくるのね。一回戻ります。なに、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 なんかあった、なんかあんのか、なんかあんのか。なんだよ、怯えてるよ主人公も。俺が一番怯えてるわ。もう少しでまた、あ、今度は右に行こうか。じゃあ今度右に行くと新しいルートだね。うん、新しいルート開いてる。こう来て、はい。おっ、なんかある。え、なんかあるよ。どうしよう、どうしよう。あそこから行くべきか。ちょ、周りも見るか。あそこはなんか最後に行ってもいいような気がするけどな。こっち行くと、うん、宝箱的なものはないね。ないね。こっちはもう通路がない。あ、またあるよ。これ何なの、これ。なんか調べられないわけ、こういうところ。上とか、あ、いや、ちょっとハエの音がうるさい。あ、なんかあるよ、なんかあるよ。あ、やった、ろうそくゲット。なになになに、これ上に行けんじゃない。なになになに、 You can't eat with after。 は、これ上行きたいんですけど。え、どういうこと。上に行きたいよ。どういう意味だったのこれ。上に行きたい、上に行こう。上行けない感じ、これルートじゃねえよってこと。これなんなんだ、雪、雪が降ってきてるのかな。 You cannot live。 どういう、ちょっと意味教えてくれ、意味を。アーティファクト。宝を集めろってこと。宝を集めないと出れねえぞってことか。あ、なに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 、どこ、なに、どこ、なに、今なんか出たよ。なに、どこ、なに、どこ、なんかいっぱい出てきてる。 Day 4 Let's cold at night need to find more。 ちょっと意味を教えてください、私に意味を教えてください。どこに、どこに向かえばよろしい。こっちか。じゃ、こっち行くか。絶対いきなり初見でクリアできないと思うんだよね。え、今誰かいたよ。今誰かいた、誰かいた。あ、いなくなってる。なんで。そろそろライト的なもの使った方がいい。いや、くっら、ここどんな感じよ。左に行ってみるか。左は行き止まりだもんな。左に行ってみる価値ありなはず。これね、一つずつ回っていくっていうことなんだよね、多分ね。あ、広いね。宝箱的なものがあるわけで。あ、なんか怪しい、ここ。あ、なんか怪しくね？いやー、たまに聞こえる声が嫌だ。なんかありそう。あ、なんかこれみんなこんな感じか。はい、先にお目指しましょう。この扉を開けると大丈夫か。なんかある。あ、なんかあるよ、なんかある、なんかある。これが言ってたアーティファクト的なやつか。お、来た。アーティファクトファウンド、何、ファインドザネクスト。はい、ファインドザネクスト。これ使っちゃおうか。暗いよね。ああ、なんもない。開け、使わなきゃよかったかな。大丈夫、これ使っちゃったけども、これでもう出てもいいんじゃない、もしかしたら。出てじゃ出れない感じ。今のところ、なんかこう、これはどういうゲーム。あっ、なに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 な
なんかいる、なんかいる、やばい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 、逃げろ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 、どうすんのこれ、どうすんのマジで、なんか来てるよ、え、ここ来ちゃったけど、ちょっと後ろ見てみようか、お、来てる来てる来てる、危ない危ない危ない、逃げろ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 、どうすんのあんなの、どうすんの、どっちに逃げればいいんだっけ、こっちだったっけ、とりあえずこれ逃げてなんとかなる、なんとかなるもんなのこれ、逃げて、どこに逃げろと、どこに逃げろと申す、どこに逃げればいいんだろう、こっちに逃げてる逃げてる、追っかけてきてるよ追っかけてきてるよ、これ逃げたい、もうここから上逃げろ、上行こう上行こう、上行きたい上行きたい、あ、行けた、あ、待って待って待って、これ何ゲーこれナイトワンサバイブド、一日の夜を超えられた You walk up in 951 Gold found、 あーなるほど、いっぱいお宝を持ち帰れっていうこと、ふんふん、 Strangerナイト2。あ、もうやだ。こんな悪夢繰り返したくないんですけど。ああ。え、これこのまま行けばいいのかな？はい、というわけで、1話目が終わりました。2話目は、ま、ちょっと次もやりますか、じゃあ。はい。というわけで、この続きはまた次回やっていきましょう。同じゲーム、な気がするけど。ま、攻略できるか分かりませんけどね、ちょっと自分が満足するまでやりたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。